おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は夏らしい話題を中心にいろんなゲーム情報を見ていこう。花火大会なども全国各地で開催されとる。片田舎隅の私には縁のないことだけど、動画投稿日7月27日に開催予定の隅田川花火大会が、無事開催されていることを祈ります。最近は局所的に大雨になることもあるしな。ゲームでもイベントは行われているのでそちらも紹介していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはカプコンの株主総会のお話から。開催自体は6月20日に行われたんだが、先日その中での質疑応答の概要が公開となっている。ほうほう。ゲーム作品に関連する部分を中心に見てみよう。まずはモンハン最新作のワイルズに関するものから。2025年発売としているモンハン最新作をクリスマス商戦の2024年12月に前倒しすることで、今年度決算が上振れになり、十分利益の確保が達成できるのではないか？注目の対策の発売日を売り上げだけで見て、前倒しにするなどありえない。実際どういう計画だったかはともかく、年度末に発売されたドラゴンズドグマ2は、最適化とかが完璧ではなかったし、不具合も結構あった。前回にパワプロ2024でも言ったことだけど、発売日に買ったファンの期待を裏切ることは、後の商売にも影響するはずよ。カプコンとしては当然だがこの質問はさらっと交わしているし、利益確保って部分ではモンハンワイルズがなくても、過去に発売されたシリーズ IP 作が継続して売れており、毎期 10% 以上の増益を達成している。セール効果もあるけど、元々の作品の出来もいいからね。売上面も考えての質問だろうが、モンハンワイルズをスイッチなどの携帯機で出さないのかって質問もある。スイッチで出すのはさすがに素人目に見ても無理だろ。とは思う。スイッチ後継機種なら最適化頑張ってワンチャンかな。まあ、コンセプトとして最新技術を最大限活用し、モンスターハンターの世界を最大限描くことを目指しているし、クロスプレイにも対応しているしな。ホグワーツレガシーみたいな無茶移植も厳しいだろう。予想としてはワイルズの後の作品が、スイッチ後継機種の対応を含めた作品になると思うな。早くても2028年ぐらいだろう。まあ、すぐにどうこうって話じゃないわね。それより質問にもあるけど、クロスプレイに際してモッドは内容によって是非はあるだろうけど、チート対策は全力であってほしいわね。先のお話だと、内作エンジン、RE エンジンの後継となる REX エンジンの新曲は、開発効率の向上と実写さながらのグラフィック技術の実現に向けて現在、アップデート開発を進行中とのこと。この新エンジンでの新作でまた盛り上がるでしょうね。ここは単純に期待したいところだな。そして、霊夢などの往年のファンならこっちも期待があるだろうが、ロックマンシリーズの展開については、常にゲームの展開は検討しております、としている。過去作の展開は多いけど、新時代のロックマンも期待はしたいわね。往年のロックマンファンなら、お、となるファミコンケース型の小物入れが発売となっている。これいいわねー。いろんな作品でもガンガン展開してほしいわ。価格は3300円と決してお安くはないが、気になる人は要チェックだな。さて、カプコンなどの大手ゲームメーカーの決算報告は週明けより始まってくる。ここも季節の変わり目にある恒例行事。また当チャンネルでは決算大報告会として各メーカーの決算が出次第お伝えしていこう。そして、こちらは完全に朗報だな。8月5日にニコニコ動画、ニコニコ生放送などのニコニコの主要サービスがついに再開の予定となった。おお、個人的な予想だと早くてもお盆明けかなって思っていたから。本当に大変な状況だっただろうけど、エンジニアの皆様の頑張りには称賛しかねえよ。再開時に新バージョンとなるようだな。残念ながら復旧に必要なデータ及びシステム消失により、ニコニコメにては再開できなかったようだな。そちらの利用者はしごく残念だけど、ニコニコ復活はお祭りになってもいいところ。まだセキュリティに疑念を持っているユーザーや配信者もいるだろうし、今回のサイバー攻撃を受けての2ヶ月ほどのサービス停止もあり、もう他の配信プラットフォームに離れると決めた層も一定数いると思う。角川、ドワンゴ、ニコニコは被害者と反映、個人情報の流出もあったからね。
それでも個人的には日本の老舗にして大手の配信プラットフォームとなるので、今回の件を受けての衰退はしてほしくないからな。私たちも影響力はゼロに等しいけど、応援する意味合いで再開したらニコニコにも動画出そうと思います。ケーキはハッカー攻撃ではあったが、8月5日からのニコニコ動画復旧は、真夏の盛大なお祭りになればと思うな。夏らしいといえば、こちらの作品も全力。ステラブレードでは待望のフォトモード実装はもう少し先とのことだが、新衣装と見られる夏を感じさせる水着のような衣装イグがお披露目となっている。布面積で言うと結構危ない水着やな。定期的な衣装追加はユーザーからも大好評だ。デラックスエディション以外の要素は通常版買えば全部無料だしな。商売という名の色気出すなら、追加衣装は DLC で高値販売も普通に想像できるけど、それをしていないってのはとてつもなく評価できる。需要があるのはわかるけどさ。どことは言わんけど、水着で稼ごうってメーカーはこの季節は多いぞ。儲かるからやっているんだろうけど、できれば買い切りソフトでは健全に商売してほしいわな。まあ、ステラブレードユーザーはこの夏も楽しみはありそうだな。この画像だと一切伝わりませんが、こんな平和なゲームではありません。本筋は敵対勢力ネイティブによって壊滅した地球を取り戻し、人類を救う使命を果たすイブの過酷な戦いとなるからな。そして動画投稿日7月27日にはスイカゲームでは初のリアルイベントとなる。夏のスイカ大収穫祭が秋葉原で開催されている。このリアルイベントをもって、またどれほど盛り上がるかね。スイカゲームはそこまで競技性が高いゲーム性ではないんだけど、このレギュレーションに実況も入ると結構見ていて楽しいな。公式チャンネルで配信されているので、リンクは概要欄に貼っておこう。私もトッププレイヤーの皆様のプレイ見てを勉強させてもらおう。この夏に時間と覚悟があるのであれば、誰も傷つけないと早い過酷な試練とおそらくは絶望を感じるであろうあの作品が、現在非常にお買い得だ。結構もったいぶったい言い方するわね。この作品は、Getting Over It is Bennett Foddy。壺男、でおなじみの供養ゲームの代表格ね。現在 Steam で 75% オフの205円で8月3日まで販売中だ。プレイヤーは壺にはまり込んでいる男をマウスでハンマーを動かして操作し、山の頂を目指すことになるんだが。この壺王子の操作性は独特だし、失敗して落ちれば最初からやり直し。中継ポイントもなく、当然後半になればなるほど難しいこともあり、何度も心を折られることにはなるだろう。楽しいか、と言われると微妙なところですが、この手のジャンルに確実にある達成感はなかなかのものです。無論、知らない人に気軽におすすめはしないけど、お安いタイミングでもあるので、この夏に頂を目指したい人はチェックしておいてほしいな。お次は健康問題も絡むお話。こちらの記事より引用するが、エナジードリンクか。e スポーツ界隈ではスポンサーであることも多くて宣伝はこの時期多い。それ自体健康に良くないけど、深夜でもゲーム遊びたいから飲む、って人も多いかもだな。管理栄養士の篠原恵里香氏からは、40歳以上は特に飲まない方がいい、とされている。カフェインと糖類が多く入っていることもあり、お酒を飲む習慣がある人は、エナジードリンクの摂取によって悪い方向に働く場合がある、としている。お酒同様にエナジードリンクも当然飲みすぎ注意だわな。エナジードリンクは商品の性質上糖類がかなり入っているしな。私もたまに飲むけど、ちょっと残しておいておいてぬるくなるとかなり甘ったるい匂いが充満するのよね。個人差はあれど、若い人より体力は落ちているしな。ゲームライフのためにも健康には留意してほしいところだ。夏バテにならんように豚肉しっかり食べるか。e スポーツ界隈に向けた商品としては、ブーストヌードルという飲めるラーメンを日本ハムが販売するようだぞ。どんなに忙しくてもラーメンはすすりたいんだけどね。中には短くカットされたこんにゃく麺のほか、チャーシューやメンマがゼリー状の濃厚魚介豚骨スープと絡み合った状態で入っており、容器を握って押し上げて食べる。ターゲットは、オンライン対戦型ゲームを長時間プレイする20から30代の男性とのこと。ボトラーとかいうトイレ行く時間も惜しいとするとんでもな人も一定数はいるんだろうけど。価格は660円。高いな。普通のカップラーメン5個は買えるぞ。まずはコアな対象にしっかり入るということらしいな。食事派ながらではなくしっかり向き合いたいと思っております。何事もほどほどの方がいいな。
ほどほどでないといけないというのは、このお話でもあるな。クレーンゲームにハマっての、ゴトン病、ね。景品が取り口に落ちた時の、ゴトン、という音を聞くまでやめられなくなることから、そう言われているようだな。このゴトン病傾向が強い人は、上限金額や制限時間を決めておいてもなかなか守ることができず、脱するのが困難とされているようだな。パチンコとかと似たところはあるわな。撤退したらかけたお金は無駄になるって思考が働くし、クレーンゲームの場合は目の前に景品があるってのもポイントだろうな。欲しい景品があるにしても、ゲーセンによってはかなりの極悪設定もあるからな。技術介入要素もあるけど、多く普及している確率機ではそもそも完璧に捉えても取れないパターンあるからね。絶対に取る。みたいな意気込みでプレイするのはさすがにどこでもおすすめはしないな。魅力的なプライズ景品多いからねー。気持ちはわからんでもないけど、正直各メーカーには人気プライズ景品は後でも普通に買えるようにはしてほしいわね。ガチャも含めて撤退する勇気は持っておいてほしいところだな。ソシャゲの夏のガチャは水着キャラも多くて欲しくなるしねー。最後はアマゾン売上ランキング見ておこう。まだプリンスオブペルシャの Xbox One 版が1位なのかよ。もう何らかの工作されているのは明白なんだから、マジでアマゾンは対策しろよ。もう、ここに関しては無視するけど、アミーボのテンタクルズセットと塩カラーズセットが上位となっている。9月の2周年グランフェスに向けて、いろいろ展開してきているわね。スプラ3の確約されている2年間のアップデート期間以降、どうなるかも注目だな。6位のニンテンドースイッチスポーツも夏需要って感じだな。バスケットボールも追加となったし、私もこの夏遊んでおくか。要注意だが、2位の PS ポータルについては、普通に買えるけど、34,700円と希望小売価格より高い転売品とはなる。この価格でも売れているってことか。私も欲しいとは思うけど、安易な高額転売品に手を出すのはなんか気になる。自宅でのリモートプレイがメインと早え。手元で PS5 ゲームがプレイできるって部分が評価されているからな。SIE には転売品がはびこらない程度にちゃんと生産してくださいな。このあたりの動きは今後も見ておこう。さて、夏真っ盛りになってきたし、我々も夏バテしないように頑張っていこう。あいあいさあ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。